皆さんこんにちは、ビクトルです。今回ですね、毎週やらせるのは週刊アニメランキング、ランキング外となった作品の順位&感想紹介ということで、今回は今期2020年夏アニメ11から12話のランクトップ20、県外21位から最下位、今回31位までですね、いつも最初から最後までありで紹介していきます。その点ご注意いただけたらと思います。ちなみに、ね、ランクトップ20の動画に関してはすでにですね、動画がいてもしがね、リンクもあってきます。見てない人はね、まずそちらご覧いただきまして、こちらもね、気になったのをご覧いただきましたら幸いです。ということで、ちなみにランキング対象期間の方が、9月の15日曜の夕方から、21日土曜の深夜までの放送部と移動させて、全31タイトル、いつもね、ガラリの作品名は、書いておきますので、気になった人もチェックしてみてください。というところで、まあ、次回に関してランキング動画もやらずにトップ21という形で、まあ、トップ20の方で見たんですけど、まあ、トップ21ということで1動画でですね、まあ、やらせていただきますので、週間ランキングは、次回が最終回というふうになりますというところで、もうランキングに関してはですね、まあ、トップ20は非常にレベル高かったんでね、まあ、ちょっと溢れた感もある先もあるんですが、まあ、全体的に正直辛め。やっぱこう、トップ20に比べるとね、なんでこうなっちまったのとかね、やっぱダメかとかね、あの評価をまた落としてきます。落としてしまった作品もあればですね、やっぱダメかってところになってしまった作品もあってですね、まあ、かなり辛い評価が続きますので、各作品の感想、順位はね、ちょっとくれぐれもご視聴ご注意、いただけたらと思います。またね、皆さんの、ランキングに対する感想、ご意見のね、いろいろコメントお待ちしてます。ということで、早速ですね、やっていきたいと思います。ではまずですね、ランキング紹介作品、一作品あります。それだけ紹介します。一作品、それがこちらですね。デリコズナーサリーというのはね、こちら前回23位というところで、まあ、6話で第1幕完みたいになっちゃった。4週連続特別番組やるそうなんですけども。なんで、まあ、今期は次回も対象外というふうになりますがね。はい、いやー、でも面白いんでね、もったいないですよね、これね。はい。では、21位から紹介します。21位です、21位。外れ枠の状態異常スキルで最強になった俺が全てを蹂躙するまで11話前回19位から2ランクダウン21位でございますという外れ枠ですね。イブ取らぬやっていう感じの回だったんですけれども、まあ、トーカはね、相変わらず凄まじいんですけど、かなり無理してるんでね、そうそう上手来そうだなっていう感じのね、してるところでございますが、ちょっとぶっちゃけ思ったの違いますよね、最後の展開もね。クラスメイトとも開口せずになんかモンスターと争って女神も全く出てこないのかっていうこと、かなり不完全燃焼のね、最終回になりそうな感じがしてるんですけれども、クラスメイトの側もなんか思ったよりもなんかギャグっぽいというか、なんかよなんか雰囲気的になんか何とも言えない感じになってましてね、そこ微妙なんですけれども、はい、ひとまず次回に最終回に期待したいなというところですが、やっぱちょっとね、パーティーメンバーっていうかね、その動画の仲間が増えてきてからちょっと変な感じになってきてるんですが、ちょっとまあ不安ですけどもね、まあまあひとまずちょっと次回最終回かな、楽しみにしたいと思います。では22位です、22位。真夜中パンチですね。11話、前回16位から6ランクダウン22位でございますという、まさかはね、マヨパンがこっちに来ちゃったというところで、マヨパンに関してはね、もうずっとですよね、最初だからかなり厳しく、1話が36位だったんですよ。で、2話12位で、3話から8位、4位、7位、12位、5位、2位まで来て4位、で、16位、22位というか、またね、こう、順位がこっからガーンって上がってこう下がってきてるっていうね、このマヨパンなんですけれども、ちょっとね、とんでもない展開になってきたなというところで、まあ、次回最終回いけんのかというところで、まあちょっとオリジナルアニメのね、ちょっと悪い感じがね、正直出てきてるところはありまして、尺詰め詰め感しかないというところで、果たしてどうなっちゃうのかということで、で、まあ、リブもそうですけどね、まあ、追ってもどうなるのかっていうところで、まあ、ついにね、ヴァンパイアと明かしちゃってて、これ、なかなかすごい展開をね、今回やってたんですけど、まあ、リブがね、まあ、マサキが失踪かと思ったらね、まさかリブが失踪するってちょっと驚きのね、展開だったんですけど、で、アイっていう急にね、キャラも出てきてですね、過去の掘り下げあんのかみたいな感じのね、展開になってたわけなんですけども、はい。まあ、いずれにせよ尺足りねえだろうっていう感じ。ね、そもそもマサキがね、その炎上して、で、出演どうするんだってなってる中でね、リブもいないぞっていうところで、はい。でもね、なんかその日にちもないから、もう生放送やるぞみたいなところで、ちょっとやばいぞみたいな。これはオリジナルアニメの崩壊の気配がするぞっていうところなんですが、また最終回どうなったのかというところでね、ございますが。またね、これは次回の週かなというので、対象というふうになってますが、ここは22でございます。はい。不安です。はい。で、23位です。23位。モブから始まる探索英雄譚12話最終回が前回12位から1ランクダウン23位でございますということで、
まあ続編の余地は残しつつですね、非常に綺麗に完結したなというところで、ヒカリンもね、すぐに治るんじゃなくて、新たなサーヴァントを召喚して治る可能性をもたらす展開というところですね。よかったですね。はい。ただね、作画やべえ。キャラデザも崩壊しちゃって、最終回でせっかくいい話したのに頑張れよっていうところでですね、作画非常に良ければ全然トップ入りだったんですが、そんだけ作画良くなかったです。はい。で、まあ、カイトはね、ここにて全てを打ち上げていくと、カツラギさんに背中を押される展開で、ここもね、良かったなというところでしたし、まあ、無事結ばれたっていう感じだったんですけどね。はい。まあ、続編やっぱかなり厳しそうだなと思いますけど、割と楽しめたやっぱ作品ではあってですね、はい。23位させてきました。はい。で、24位です、24位。この世界は不完全すぎる。この負荷、12位は前回30位から6ランクアップ24位でございますということで、次回です。最終回無理やな、これ。ちょっと。この負荷に関してはね、新展開結構面白かったな。まだ順位も上がってるんですけれども、なんかね、ギャンブルでなんか内臓って話になったりとか、また新キャラも出てきたりとかね、したんですけど、新キャラでできとるぜ、みたいな。もう無理やろ、これ。分割に来るなんて、これ。どうやっても終われないと思うんですけど、次回どうなっちゃうんだっていう感じなんですけど、まあ、展開としては面白いんでね、はい、もっと評価したいとこなんですけど、最終回前の話とは全く思えないので、不安しかないですから、はい。24位でございます。はい。では20、まあ、羽賀さんね、やっぱ真面目なね、デバッグ、またなんかいつまでデバッグめっちゃしてたとかね。ああ、もうこれ、懲りねえなって感じだったんですけどね、ここはもう割り切ってみたいんですが、はい。まあ、新キャラもなんかいい感じだったんでね、面白そうなんですがね、あのボスみたいに倒すのかっていうところで、まあ、あれ、そんな強く倒せるか、どうすんだろうね、これ。はい、ちょっと近い最終回が見ものかなと思います。では25位です、25位。転生したら、スライムだった件第3期2クール目71話23話が前回26位から1ランクアップ25位でございます。やっぱ緩すぎるかなっていう感じでですね、まあ、やっぱなんかスピンオフとかそういうのも楽しめるタイプのね、テンスラファンだったら楽しいのかなっていう感じはしてるし、結構緩い展開好きな人はね、まあ、緩いって言ったら失礼ですけど、穏やかなっていう、なんて言えばいいですかね。はい。男女うまくいったのは何よりなんですけど、ラミリスが思いっきり口滑らせてるというか、なんか買収みたいにされて、また、これは面白かったんですけど、まあ、金貨のね、支払いもね、なんかまあ、次回やるっぽいですけど、もうその問題解決されたんじゃないのっていうのもありましたし、もっと刺激が欲しいというかね、なんかこう、2期はね、ハードな展開だったね、かなりね、面白かったし、まあ、1期ももちろんハードさはあったので、ちょっとなんか、こう2期ってなんか平和展開すぎるというか、感じがしてますけれども、はい。4期もね、きっと来ると思うんですけど、ちょっとどうしようかなっていうのは悩みもすでに出てますが、ちょっとやっぱ、なんか、こう、おもれっていう感じじゃないですよね、っていう。ああ、なんかダンジョンは良かったねっていう感じで、なんかまあまあおもろいかなっていう感じなんで、まあ別に悪くはないですよ。だからその切るっていうなんかつまらんとかっていう感じじゃないですよ、正直。まあなんか難しいところではあるんですけど、はい。ね、別に、そのなんかそういうダンジョン攻略ね、まあ面白くあったんですけど、ちょっとなんか点数に求めてる感じとどんどんかけられてる感じが否めなくてですね、まあキャラ魅力は高いんでね、まあ、それでなんかいけてる感じもするし、ねえ、まあ、3期だったらやっぱ日向のギャップとか、まあ、その辺良かったなっていう感じなんですけど。まあ、ちょっとひとまずちょっと3期見終えてね、ちょっと考えたいなと思います、今後はね。はい。で、26位です、26位。恋は双子で割り切れない。2切れ11は前回20位から2ランクダウン26位でございます。ということで。おい、ジューン。おい、ジューン。ねえ、もうマジでフラフラしすぎやろと。ね。治りにもがっかりかよ、がっかりだよと思ってからね、まさかラスト来たんですけど、まあ、最初と逆展開見せたいんかって感じ、ちょっとね、マジでなんか全然なんかやってやると思ったら全然やってこなかったんですけど、ようやく最後ね、本気出した感じでですね、はい、もうようやくって感じがしましたけれども、まあ、部屋対決はね、なんか部屋対決じゃなくて、物質対決はね、障害つく前にね、決着がつくっていう、なんか譲ってもらえる謎展開で、何がやりたかったのみたいな。いや、マジで何やりたかったかわかんないですよ、これね。はい。ヒロインにね、もっと魅力を感じれば、やっぱこの純のフラフラにもね、説得力少しは増すかもしれないですけど、なんでこいつこんなフラフラしてんのみたいな、なんか都合よくさ、なんか期限伸ばしてばっかりさ、こいつなんなんやって感じなんですけど、で結局いい感じに言ってね、答え先延ばしばっかりね、でまあそれにしてはクズさ足りないんですよ、誠見習い誠をね、純を、はい、ということで、まあ、令和の伊藤誠と言われる時もありましたが、全く足りないですね。あ、誠くんも早く見習ってほしいです。もっと違うね、女の子連れてきてほしいです。違うか。はい、ということで、まあその双子をね、どっちか、みたいな、まあ、展開っていうのはわかるんですけど、でもそこをなんかうじうじやりすぎですよね。
だし、なんかやっぱこのまあシエナとかね、まあ、なんか新しいヒロインも出てきてはいるんですけど、まあ、結局その2人からどっちかみたいな感じじゃないですか。うん、で、まあ、それにしてやっぱその、まあ、それぞれのね魅力をもっと出して出てくると、うん、また違うのかなっていうのは思いますし、まあ、進行もやっぱどうも魅力ないですよね。この彼のもうちょい魅力も出てきたらまた違うのかなと思いますけど、って感じです。はい。で、27です。27位。疑似ハーレム。最終回、12話。前回31時から4ランクアップで、ランクアップはしてますが、27位でフィニッシュということで、かなり辛い順位になっております。まあ、ギジャーあれ、まあ、大変申し訳ないですけど、ちょっと惰性で見ちゃった感が強くてですね。まあ、多分、楽しく見た人はもうめちゃくちゃ良かった最終回だと思うんですが、もうなんか、なんとか見たなっていう感じになっちゃってましたね。まあ、最後までぶっちゃけ微妙だったなと。まあ、進行と平いんだけど、やっぱ、時間が長すぎた、まあ、からかい上手の武井さんとかね、こういうタイプの、作品ですけど、やっぱ面白さがぶっちゃけ段違いというかね、やっぱこの、まあ、この作品って面白さに振ってるわけじゃないじゃないですか。結構やっぱ主人公とヒロインの尊さとか、まあ、あのヒロインのやっぱこのいろんな表情とかを楽しむ作品かなっていうところなんですけれども、まあやっぱツイッター集まんかっていうのもあるんですけど、エピソードそのもののつながりがねやっぱ弱い感じとかね、やっぱそのアニメ落とし込むならもっとこう保管しようみたいなのが保管されてなかったりとか、まあやっぱ主人公の魅力は最後までなかった。なんでリンちゃんが惚れてんだろうって、このエピソード絶対いりましたね。なんでリンちゃんがね主人公先輩にこのベタ惚れなのかっていうのは全然わかんないですよね、見ててね。なんでこの主人公にこの惚れるのか全然わかんないなって感じでですね、はい。で、まあそこもやっぱ大きかったし、で、完全のリンちゃんの演技力とか、この疑似アーレム展開みたいなところも、やっぱマンネリがしちゃったよね。なんか最初はもちろん新鮮で、ハイミ・サオリ劇場すげえみたいな感じだったんですけど、だんだんやっぱもうその展開でリンちゃん可愛いとはなんなくて、っていうところでね、はい。まあ、最後もね、まあエンディングで演出、あ、じゃ原作出てきてからね、ハッピーエンドまた良かったんですけども、まあ、綺麗に終わったなとは思いながらね、はい、ちょっと面白さっていう面ではかなり厳しかったし、まあ、可愛さとかね、いう面でもやっぱマンネリ化しちゃったかは否めないなというところでございます。はい。で、28です。28。戦国横。戦魔混沌編。戦国横2クル目。10話2クル目ラストですね。前回28、同様28ということで、戦国横に関してはですね、2クル目3クル目連続でね、やるというところなんで、もうこれ早春やって、また3クル目に向かうみたいなんですけれども、率直に言いますと、戦国横、今回で切ります。まあ、正確にはまあ2クル目で、まあ2クル目見終えたところで終わりっていう感じ、まあ分割だったら完全に終わりなんですけど、連続なんでね、まあ、切るっていう風になる感じなんですけど、やっぱダメでしたね。なんか、1クル目のラストラインがやっぱり順調だった。でね、期待してて2クル見たんですけど、2クルやっぱキャラが変わってる中で、やっぱキャラの掘り下げうまくいってない感じがねすごい強かったんですけど、なんかいまいちキャラ立たないままどんどんキャラ出していくんで、まあ感情にもできず、まあ作家も不安定な感じもしましたし、まあせっかくね今回もセンヤ VS チーム楽しんで、ここをがっつりやればいいのに、なんか無の民また乱入してきちゃってなぁ、で人家の話にもちっともいかないし、やっぱ話がとっちらかってるから無の民やりたいのは分かりますけどね。なんかせっかくのその熱い展開がなんか台無しにしてる感もね、まあ正直しまして、はい。っていうところでね。まあ、人家見たかったけどね。なんかそこも全然やらずに2クル目終わって、ここで終わんのかみたいな、感じもしましてね。まあ、やっぱ今回2クル目の、まあ、ラストっていうところの区切りもありますんで、まあ、今後見ても、まあ、やっぱその式そんなね、面白いってなんないだろうっていうのもありますし、まあそもそもやっぱね、2クル目が結構惰性で見てるが強かったですね、全体的にね。はい。ということで、切ることにさせていただきます。はい。では29です。29位。鹿の子の子の子コシタンタン。鹿の子の子の子コシタンタン。最終回、前回32から3ランクアップ29位ということでね。まあ感想動画はね、最終回、まあ鹿の子とロシデレとね、まあ水曜の、まあ夜にやったというか、木曜日に挨拶されたんですよ、あと推しの子と。まあ推しの子は最終回じゃないですけどね。で、まあロシデレの方がさ、明らかに人気出たわけじゃない、最終的にね。で、鹿の子っていうのはね、人気の面で言ったら、ら結構なんか僕あの動画で失速って書いてるんですけどね、その面白さが失速したとか意味じゃなくて、単純に人気が失速したんで、失速しないですよっていうコメントはもう全く的外れなんですけど。
あの人気はもう完全に失速してますね、はい、面白さは別に失速したとかなくてずっとこんな感じです。ずっと最初は僕おもろいなと思ったからずっとこんぐらいなんで、そういう意味ではあの思んないなっていう感じだったんですけど、まあ結構ねやっぱなんかいつの間にかねあのロシデルの方がよっぽど批判されてまして鹿の子はねあの選ばれたものがもう見てるだけなのかわかんないですけど、電電現象になってるかもしれないですけども、あの結構楽しめたって人が多くてですね、はい、楽しめた人が多いね、こんな視聴者が減ってしまっていいのかみたいな状況でもあるんですけども、まあ、そういう人はもうそもそもコメントすらしないんだろうなっていうのはまあ思ってるわけなんですが、はい、まあ鹿の子最後の見させただけやっぱなんだかんだ中毒性もあってね、僕も結構楽しんで見てました。あ、楽しんで見てましたけれども、なんかそのおもろいってわけじゃないですよねなんか見てるなって感じ、はい、まあちょっと笑う時もあるかなって感じで、うん、見てました。やっぱね、まあ、鹿アニメっていうか人類にはまだ早かった。まあ、鹿のアニメだったなっていう感じ。ちょっと何言ってるか分かんないけど。はい。で、やっぱその序盤にキャラをバンって出したことによって、鹿切れというかね、まあ、キャラ、まあ、ネタ切れ感も若干したんですけれども、まあ、中毒性やっぱすごかったし、まあ、歌うまく出てきたりとかね、まあ、クオリティも高かったし、やっぱ思わず見てしまうとか笑っちゃう場面もやっぱあったなというところでしたし、まあ、最後までとんでもなくカオスで直感で楽しむタイプかなと思ってますんで、まあ、楽しめた人もね、もちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、なかなかやっぱ人を選ぶのも間違いないですし、日常アニメの中でもハードルが高いね、作品だったなっていうのはね、思ってます。んで、まあ、やその配信人気とかね、まあ、海外人気とか見ても、こんな大出力ね、もう見たことなかったです。もうこんなに視聴者出るんだっていうか、まあ、そういう意味ではもともとね、その最初のプロモーションがめちゃうまくいったのは間違いないですね。その普通にやってたら全然多分誰も全然 見ない注目もされないまま終わってたんで、まあ、そもそも癖強いですけどね、癖が強いだけじゃやっぱねなかなかこうバズんないんで今の時代っていうのは、うん、という意味でオープニングの見せ方とかね、まあ、あの耐久のねあのイントロとか、うん、まあコシタンのね歌とかうまかったですよね。すごいやっぱその、ね、展開の仕方がうまくて、まあ強いやっぱ明らかにねやっぱあのその本来のもものすごく多くの人が見た、まあ、だからこそね、まあ、結果として、まあ、脱落したんですけど、多分最終的に見終えた人はねそのプロモーションがうまくいかなってくという、まあ、明らかに多いと思いますんで、っていう意味に比べたらね、まあ、やっぱその最初のプロモーションがうまくいったっていうところで、まあ、別に全体として失敗ってことはないかなという思ってるわけなんですけども、まあ、バズったからってねずっと人気とかっていうわけでもないんだなっていうのはすごい思いましたね。こう最近びっくりした、鹿の子だったんですけども、まあ最終回に関してもやっぱあのコースターの歌とかね、またやってますけど、またこれ良かったんですけどもね。なんかまあ、ちょっと、最近もうバトルもしてる。なんかもうバトルしてたんですけど、はい。まあよくわからなかったんですが、はい。っていう、まあなんだかんだ、まあ、結構楽しみに見てたなっていう感じの29って。はい。ございました。はい。鹿の子。まあ、ね、やっぱ人類には早かったな、というところでございました。はい。では、30位です。30位。忍者カムイ、順位はですね、前回25回5ランクダウン30位でございますということで、忍者カムイもどうなんだろうな、これね、ここに来てね、ポットでキャラ、付き人にご老体ね、ここでこの出して描くかみたいな感じもしますし、まあ、展開も構成も微妙すぎると。いやー、やっぱなんか、あんなに財に時間使ったりね、改装したりする場合じゃないやろっていう、この尺の付け方で、なんでこんな構成がひどいというか、下手なのかっていう感じがね、してですね、なんか変なとこに時間使うんですよ、この先に。変なとこ詰めてきて、ヤマジの掘り下げもね、ラストちょっと来るのかっていう感じですけど、まあ、この先のことなんで来ないような気もするんですが、まあ、結局財もね、どうなるのか。まあ、定番はね、最終的に助けてくれる展開かなと思いますけども。で、あんだけ掘り下げといてね、もう関わりませんはないと思うんでね。はい。で、なんかマイク、おっちゃんね、なんか殴り合いしてましたし。まあ、最終回も詰め詰めでしょうっていう感じだったんですけど。忍者カムイはバトルシーンすごかったんですけどね。まあ、今の話はやっぱすごい良かったんですが。はい。全然的にやっぱ展開のやっぱ脱線目立ちますし、やっぱこの詰め詰め感、その構成がね、だから全部詰め詰めだったら分かりますよ。尺足りなかったらなんですけど、その余裕ある回もあるんですよ。めっちゃ回数やる回とかもあるんで、バランス悪すぎるっていう感じです。はい。ということで、30位でございます。そして、いよいよ最下位、発表していきたいと思います。今回最下位、31位となった先。それが、ございます。最下位。7位。アナレ11は前回19位から2ランクダウン、初の再開でございます。いやー、マジどうしようもなっちまったんだよね。7話なんて12位でしたよ。まあまあトップ10に入ったのはね3話しかなかったね。そういう意味ではものすごい評価高いかって言われたらあれでしたけれども、結構ラブライブタイプのね勢いで持ってくる作品なのかなと思わせての、結構ギスギス展開も来てね、マイゴーの監督がやってるんで、そういう意味ではあの伝説のねあの10話ですか、あれあの話みたいなの来るかなと思ったんですよ。全然来なかったな。いや、まずね、
そのマリ先輩ってね、もうほとんどポットルキャラなんで、全然描いてないキャラなんですよね。っていうのを、なんかもう次回最終回やってね、その、まあ、黒幕をがっつり掘り下げて、まさかの加入までやるっていう、これ、まあ、エピソードが荒い荒いとね、いなくなっちゃったというところでね、なんでここにそんなそこを引っ張っちゃうのっていうところで、もっとメインキャラ掘り下げようよっていうところもね、すごいありますし、そういう話を見たいわけじゃないよねっていう感じもね、してましたし、やっぱギスギス展開をね、やるのはまだいいんですよ。やったらもっとそこで、それを、やっぱ、得ての盛り上げがないと、その爆発がないと、感情の爆発がない、迷子すごかったじゃん。なんでこうなっちゃったの、これ。結局ね、なんかその、みんないい子じゃないですか、この作品って。書き込みもさ、一瞬の気の迷い的な感じで、なんかすっきりしないですよね。もっとなんか悪いキャラ出てくるんだよ、これだったら。あの、迷子はすごかったよ、やっぱその、お互いのもうドス黒い部分がぶつかり合ってさ、ね。なんじゃこれ、そのライブであんな一瞬一体になってさ、魂の叫びだよね、これもう、もうシーン、もう未だにずっと覚えてますよ、あの迷子をね。もう深夜にちょっと見るかと思ったら、もう最終回じゃない、その銃をもう噛み返すぎて、もうボロ泣きで、ね、寝れなくなっちゃったんだから、その日。もう徹夜ですよ、もはや。ね。そういう回をやってきた、ね、監督さんなんですか、これは。はい。いやー、なんか、それこそ恵みとかね、まあ、これだとあからさますぎるんですけど、なんかその、マリ先輩、その、まあ、チョイスも絶妙だし、その、マリ先輩が普通にいいキャラなんやって、しかも。何ですか、この中途半端なんだけど、まあ、あったかいアニメやりたいのかなって感じしますけどもね。はい。それだったらこんなギスいらないし、っていう。全然良かったんですよ。その、程よい知り合いぐらいからの、やっぱさ、みんなが応援して元気出るって全然良かったじゃないですか。その方がよっぽど楽しかったですよ。ちょっと、周り先輩も悪手だったし、まあ、キャラのね、立ち位置的にもね、それは衝突もないわなっていうところで、それ周り先輩ですから、もう距離みんな置いちゃってさ、なんで考えなかったんだってさ、もっとさ、あんなとかもうぶち切れてたらやっぱり良かったですよね。なんか、ぶち切れてたけど、結局なんか周り先輩になっちゃってさ、それそうだ、あんな良いことしてくれたね。はい、正直がっかりです。まあ、次回最終回もね、不安でいっぱいです。っていうことで、なんで、はい。まあ、忍者神もがっかりですが、まあちょっとね、この2作品ひどかったな。ちょっとね、まあ特にやっぱさ、なんで、はい、ちょっと、なんかもう、いい感じだったのにさ、なんかもう、最後の最後でもうぶち壊しっていうか、尺の姿も完全間違えてますよ、これ。では、酒でございます。なるほど。はい。という感じで、今回ですね、今期2024年夏アニメ、11から12話のランクトップ10圏が21位から最下位、31位までのネタバレの紹介は以上となりました。ありがとうございました。ということでね、最近はね、そんなに酷評って言ってもね、まあまあ、微妙でしたね。最下位とは言えないかもぐらいのことが結構多かったんですが、もうこれはひどかった。もう、しかもね、やっぱいいところがたくさんあったアニメだったんですよ。面白いと思う回もたくさんあったんで、なんでこうなっちまうのっていうのはね、すごい強くて。まあ、忍者カムイとかもぶっちゃけそうなんですよね。だから、ポテンシャル高いじゃないですか。だから、なんでそうなるっていうのはね、あって。いやー、まあ、残念ですね。最終回、まあ、なかなか厳しいだろうなっていうところで。まあ、鹿の子とかだってね、こんな感じだろうっていうところを思ってるんでね。はい。まあ、そういう意味では順位辛いですよね。まあ、まず何ってやってるかよくわかんないんであれなんですけど。まあ、戦国用語やっぱダメだ。やっぱダメだったなっていう感じで、これに関してはぶっちゃけ。やっぱワンクルームの時点でね、ちょっと面白い回もね、もちろんあって、シャッカーの話がすごかったんで、まあ、というのもあったんでね、見てたんですけど、そういうキャラもいなくなっちゃってね。で、まあ、まあ、戦国用語に関して人感もいないですしね。で、やっぱワンクルームでキャラが変わってるのも大きいかもしれないですね。まあ、シンスケはいますけど。ギジャーレンはやっぱその打線見た感も強かったし、二切れまたブチ切れ通りですし、テンスラとかだから、この服はどうすんだろうね、最終回の時間。テンスラとかはね、やっぱ緩すぎる感ですよね。でも、あとマヨパンはちょっと大丈夫か、マジでっていう感じなんですけど。はい、っていうのが、なら、花火初の再会というになりまして、まあ、次回はね、再会という感じは一応ないのでね、はい、まあ、作品もね、まあ、だいぶ減りますけれどもね、まあ、次回がラストの週間となります。はい。また皆さんね、ランチャーする感想、ご意見のね、いろいろコメントお待ちしますし、ですね。またこの週刊ランキング、次回は、ラストの、今期、ラスト週刊ランキングです。もちろんね、来期も、やっていきます。またね、最終ランキングとか、今期最後見てた時にいろいろね、また動画も上げていきます。来期に向けてもね、いろいろ動画も上げていきますんで、ぜひ、お気に、チャンネル登録、ご意見もしてください。嬉しいです。ということで、今夜が以上となります。いやー、ほんとね、もうこう、マスコの評価がこう、一気にバーンと落ちてくる。なら、離れとかもね、まあ、忍者カムイとかも高い時あったんですよ。でもありますし、マヨパンもね、まさかの2位までつけた作品がこっちに最終的に転落していってるんですが、最終回はどうなのかっていうところなんですが、またね、次回の週刊ランキングの、感想もお楽しみにお待ちください。はい、ということで、以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。